チームの勝敗や個人成績が人生を左右する厳しい勝負の世界で、 NPB の選手たちは少しでも良いパフォーマンスを発揮しようと日々過酷なトレーニングに励んでいます。そんな選手たちを技術面の向上はもちろん、時には精神的な支えとしてもサポートする役目を果たしているのがコーチという存在で、優秀なコーチとの出会いで才能を開花させた選手も大勢います。よって今回は選手の隠れた才能や長所と短所を見抜く目を持ち、卓越した指導力と独自の理論で多くの名選手を育てた有能コーチと呼ばれる人物を紹介したいと思います。優れた指導者と出会うことの大切さや名選手たちのターニングポイントが分かる興味深い内容になっていますので、歴史の1ページを振り返る準備ができた方はご一緒にどうぞ。最初に紹介する有能コーチは、60年代に読売ジャイアンツの一軍打撃コーチとして NPB 史上唯一の V9 達成に貢献した荒川博です。1930年生まれ、東京都浅草出身の荒川は早稲田実業在学中、48年春の選抜甲子園に投手として出場し、1回戦で完投するも惜敗。翌年には早稲田大学商業部へ進学し、東京六大学野球リーグで5度の優勝を経験しますが、投手としてではなく打者としての活躍が目立っていたようです。その後53年、千葉ロッテマリーンズの前身である毎日オリオンズに入団し、プロの世界に飛び込んだ荒川はここでも投手ではなくもっぱら外野手として出場。1年目からレギュラーに定着するとかなりの人気選手だったらしく、ルーキーながらファン投票でオールスター出場も果たしました。シーズンを通しても規定打席こそ到達しなかったものの、打率3割1分5厘の成績をマークし、世代交代問題が差し迫っていたオリオンズにおいて若手のホープだと期待をかけられる存在となりますが、荒川の選手としての全盛期はここまで。1年目の101安打と5ホーマーが荒川にとってのキャリアハイで、61年までの9年間で802試合に出場し、生涯打率2割5分1厘、16ホーマー、172打点とタイトル獲得経験もないまま引退となり、お世辞にも球史に残るような名選手だったとは言えませんでした。しかしそんな荒川にとって早稲田実業の後輩で55年にオリオンズへ入団した榎本喜八がいまいち伸び悩んでいた際、合気道の呼吸法を研究し精神面での安定を図る様子を進めると、打席内で体の力を抜く方法を得得した榎本の打撃の才能が開花し、一気に大ブレイク。60年に打率3割4分4厘で首位打者を獲得すると、その後4年連続で3割を超える打率をマークし、現役通算では2314安打、球界を代表する安打製造機へと飛躍を遂げたのでした。まだまだ若く自分のことで手一杯だったはずの現役時代に、榎本という素晴らしい打者を育て上げた姿を目の当たりにし、荒川の指導者としての資質を見出した打撃の神様こと川上哲治は、自身が監督に就任した際、巨人の一軍打撃コーチにプロ時代は目立った実績を残していない荒川を抜擢。ちなみに川上監督は荒川を雇った理由として、荒川自身の選手成績は全くと言っていいほど関係なく、その若さで榎本という素晴らしい打者を育て上げたと、本当に榎本のブレイクに一役買ったという一点だけが大きな要因だったそうです。そして現役引退の翌年、61年のオフから川上監督の下で打撃指導を開始した荒川は、格闘技張りの徹底した選手管理とトレーニングの厳しさから、荒川道場と呼ばれたスパルタ式の指導法で、投手俊足のセカンドとしてイブシギンの活躍を見せた土井正造や、俊足強肩強打と走行手の3拍子揃った外野手として V9 時代の巨人を支えたプルヒッター高田茂を育て上げたのでした。そんな荒川が残した功績の中で最も有名なのが、世界のホームラン王こと王貞治を指導し、その代名詞である一本足打法を確立させたことでしょう。そもそも荒川と王はそれぞれが巨人へ入団するずっと前、荒川がまだ選手だった1年目のオフとなる53年11月に隅田公園少年野球場でプレーしていた当時中学2年生の王と偶然出会っており、その際荒川は自身の母校である早稲田大学への進学を進めています。また左利きなのに惰性で右打席に入っていた王に、左利きなんだから左で打った方がいいよとアドバイスすると、それを聞き入れた王はぶっつけ本番で左打席に入り、いきなりツーベースを放ったという逸話もあります。そんな2人の縁を知ってか知らずか、川上監督は1シーズン25ホーマーは打てると素質を認めていながらも、61年シーズンまで17ホーマーが最多といまいち結果を残せずにいた王の指導を荒川に一任。川上監督同様、いやそれ以上に王の素質を買っていたが、荒川は結果が出ず自信をなくしていた王には何より精神力と集中力強化が必要と考え、武道や格闘技の要素を取り入れた日本刀の真剣を用いた素振りトレーニングなどで徹底的に精神と集中力を鍛えます。実のところ一度高く足を上げると意を決してバットを振り切る必要がある一本足打法の伝授も、王の精神力と集中力を高めるための対策で、一本足で打て三振を怖がるなという荒川の指導に従い、一本足打法を習得した王は一気に才能が開花。62年シーズンは打率2割7分2厘、38ホーマー、85打点という
という成績を収め、ホームランと打点王の2冠を達成すると、この年から前人未到の13年連続ホームラン王を獲得することになります。現役時代には輝かしい成績を残したとは決して言えない荒川が、希代の名コーチとして NPB の歴史に名を刻んでいるのは、ひとえに世界の王を育てたという名声の賜物と言えるでしょう。しかし荒川が少年時代の王と出会っていなかったら、そして川上監督が伸び悩んでいた王の指導を荒川に任せなかったら、通算868ホーマーをはじめとする王が打ち立てた偉大な記録の数々は達成されていなかったのかもしれませんね。続いて紹介するのは NPB5 チームのコーチ監督を歴任し、その多くを優勝に導くなど投手陣再建の手腕は NPB 随一とも称される男、大花孝雄。57年に和歌山県で生まれた大花は、地元中学野球部のエースとして出場した県大会にて7回15三振を記録したことでスカウトの目に留まり、高校野球界屈指の名門である大阪の PL 学園へ進学。その後甲子園出場を果たせないまま、76年に社会人野球の強豪である新日鉄堺へ入社した直後、偶然にもチームの臨時コーチをしていた根本陸夫から投球フォームに関する指導を受けます。運命とは分からないもので、別の注目選手を視察に来ていたヤクルトのスカウトから根本の指導を忠実に守り、黙々と練習に打ち込んでいる姿がプロ向きだと高く評価され、小花も78年にドラフト4位でヤクルトに入団しました。根本という名コーチとの出会いでプロへの道が開けた小花は、ヤクルト一筋で14年間プレーし、通算425試合の登板で112勝135敗、防御率 3.82 という成績を残しますが、最大の特徴はコントロールの良さ。主に先発の柱として通算2203イニングのマウンドに立ち、満塁の場面で打者と対戦した回数は163回にも上りますが、その際一度も押し出しフォアボールを出したことがなく、これは未だに破られていない NPB 記録となっています。そして91年に現役を引退した小花は、翌年から3年間解説者として活動した後、小花がプロ入りした時の監督で当時ロッテの GM に就任したばかりだった広岡達郎に、ロッテの GM になって監督はバレンタインを迎え入れる、ニーアンと一緒に手伝ってくれと要請されたことで、95年のロッテの一軍投手コーチに就任しました。この時ロッテは9年連続 B クラスという暗黒期の真っ只中でしたが、管理野球の広岡 GM と伸び伸び野球のバレンタイン監督に阻まれ苦労しつつも、チーム防御率は前年の 4.50 から 3.27 に改善。しかし翌年ロッテが再び5位の B クラスに転落した責任を取る形で広岡が解任されると、その要請も受けコーチとなった小花も一緒にロッテを去りますが、その直後に待ってましたとばかりに野村克也から声がかかり、97年に古巣ヤクルトの一軍投手コーチに就任することになるのです。継投タイミングなど野村の作戦が円滑に発動されるよう、普段から投手を指導管理し準備万端の状態にしておくのが当時の役割で、それをそつなくこなしていた小花は野村再生工場の現場監督と呼ばれていました。そんな小花現場監督のもと、移籍組である田畑和也や吉井雅人が生え抜きの石井和久とともに先発3本柱として機能し、その後ろをともに先発からの転向である高津慎吾と伊藤智人のダブルストッパーががっちり固めたことで投手陣が安定。一軍投手コーチにして現場監督である小花の卓越した指導力と選手管理能力により、チーム防御率が前年 4.00 からリーグ1位の 3.26 まで向上したヤクルトは、2年ぶりのリーグ優勝と4度目の日本一に輝いたのでした。ただヤクルトでのコーチ生活も長くは続かず、98年にチームがリーグ優勝を逃した責任を取って野村が退任すると、1年卓勝とばかりに現場監督の小花も辞任。すると今度は大江の監督に就任するも思ったような成績を上げられていなかった王貞治からすぐにお呼びがかかり、98年オフから一軍投手コーチとしてホークス投手陣の整備に着手します。ドームで球種がバレバレだった若田部健一と、フォークを投げるときに口が尖る永井智弘の癖を小原が指摘し強制すると、彼らはたちまち2桁勝利を挙げ、リリーバーとしての適性を見極めたペドラザが抑えとして安定。さらにもともと潜在能力の高かった篠原孝之と星野順次に小原がアドバイスを与えると、篠原は13勝星野は10勝を挙げるなど、チーム防御率を前年の 4.02 から 3.65 にアップした大江は、この年チームの福岡移転以来初のリーグ優勝を成し遂げました。結局小花は2005年オフに大江を去るまでの7シーズン一軍投手コーチを務め、3度のリーグ優勝と2度の日本一に大きく貢献し、現在では NPB 屈指の強豪で投手王国として知られるソフトバンクの基礎を作ったと言えるでしょう。その後も小花は休むことなく、2006年からは原辰徳監督のもと巨人の投手コーチとして、就任前年にはリーグ最下位だったチーム防御率 4.80 を年々改善し、2009年には球団19年ぶりとなるチーム防御率2点台に引き上げるなど、原政権ではリーグ3連覇をサポート。そして2010年コーチとしてチームの投手力を整備し、好成績に導いてきた輝かしい実績と指導力が評価され、横浜ベイスターズからの要請で自身初の監督に就任します。
しかし小原はアナライジングベースボールボスローガンに野村譲りのデータ野球を展開しますが、選手の長所と短所を的確に見抜き指導する能力と、試合の采配とでは勝手が違ったのか、2年連続再開と期待通りの結果を残すことができず、契約期間を1年残して解任。現在は巨人やヤクルトの1軍2軍コーチを経て、アマチュア野球の指導者としての道を歩んでいますが、今後どこかのチームから要請され NPB のユニフォームに再び袖を通す日もきっとそれほど遠くはないでしょう。数々の名投手を育て上げ、所属する球団の多くを優勝に導いた指導力の高さから、日本一の投手コーチとも称えられる男、佐藤義則も有能コーチの一人ですよね。中学3年時に投手となった佐藤は、甲子園出場こそ果たしていないものの、東都大学野球リーグ時代の活躍などがスカウトの目に留まり、1976年秋のドラフト会議で阪急ブレーブスから1位指名を受け、プロとしてのキャリアをスタートします。プロ入り1年目から7勝を挙げ新人王に輝くと、2年目は13勝、3年目は10勝と順調すぎるほどのペースで勝ち星を挙げていった佐藤でしたが、4年目となる80年シーズンは4勝13敗と大ブレーキ。勝てなくなったことで取り組んだフォーム改良のための猛特訓に耐えかねたのか、翌81年にはぎっくり腰を発症したことで一軍登板が全くなく、一時期は自ら球団に引退を申し入れる任意引退を選択するほど肉体的にも精神的にも追い詰められていました。しかし丸1年に及ぶリハビリを終え、カムバックした佐藤の体は必死に特訓し習得した新しいフォームをしっかり覚えていました。そんな新フォーム習得で生まれ変わった佐藤は、82年と83年はリリーフや守護神として実績を重ね、84年本来の先発に復帰すると17勝6敗、防御率 3.51、 リーグ最多の136奪三振という素晴らしい成績でチームのリーグ優勝に大きく貢献したのです。その後も落差の大きなオリジナル変化球であるヨシボールを武器に、最多勝や最優秀防御率のタイトルを一度ずつ獲得した佐藤は、98年シーズンを最後に44歳で引退するまで阪急一筋21年の現役生活の中、165勝137敗、48セーブという成績を残します。名選手が名コーチになるとは限らないとスポーツの世界ではよく言いますが、佐藤の場合はその言葉が当てはまらなかったようで、現役引退の翌年に球団名をオリックスに変えた古巣の2軍投手コーチに就任すると、現役時代から指導していた恵比寿信行を1軍に推薦します。すると恵比寿はその期待に応え、6月末からの先発ながら8勝を挙げ、リーグトップの8完投を記録。チームとしては阪急時代の佐藤が獲得して以来13年ぶりとなる最優秀防御率のタイトルを獲得し、新たな時代を担うエースを育て上げました。その後2002年阪神監督に就任した星野仙一の下で一軍投手コーチに就任すると、いまいち伸び悩んでいた井川慶を指導しエースに育て上げ、2003年には20勝をマーク。加えて佐藤が適性を見出しクローザーに押したジェフ・ウィリアムスが防御率 1.54、 25セーブという成績を上げるなど、その選手眼と指導力が才に冴え、星野監督は18年ぶりのリーグ優勝を成し遂げます。2005年からの日本ハム2軍投手コーチ時代には、自らをスライダーピッチャーだと評していたダルビッシュ有に速球の大切さとそのための体作りやフォーム改善を指導。教えを忠実に守り、手元で伸びる速球を手に入れたダルビッシュは、ご存知の通り日本を代表する大投手に成長しました。さらに2009年に就任した楽天の一軍投手コーチ時代にも、田中将大の上半身に負担がかかるフォームを改造し、絶対的エースに育成。このような長所を伸ばし弱点を修正するフォームを伝授する佐藤の卓越した指導術は、故障によるブランクから復帰し、 NPB 史上最年長の40歳11ヶ月でノーヒットノーランを達成した自らの経験が生かされているのでしょう。また15年からはソフトバンクの一軍投手コーチとして武田翔太にヨシボールを伝授することでチームのエース格に成長させたほか、加山真也もサイドスローに転向させるなど卓越した指導力を発揮。こうして投手王国となったソフトバンクは、佐藤在任中の3年間で2度のリーグ優勝と日本一に輝いたのでした。そして現在佐藤は野球評論家や野球解説者として各メディアで活動する傍ら、社会人野球の統括投手コーチを務めていますが、先ほど話した小原と同様に投手陣の立て直しを目指すどこかのプロ野球球団から再び声がかかる日は案外近いかもしれませんね。2016年から18年にかけて圧倒的な強さを誇り、3年連続セリーグの王者に輝いた球団といえば広島東洋カープですが、そんな広島の快進撃を陰で支えた打撃コーチといえばもちろんこの人ですよね。石井拓郎、現役時代通算2432安打を放つなどアベレージヒッターとして活躍した。打者としてのイメージが強いものの、実は投手としてドラフト外で横浜太陽ホエールズに入団した石井は、高卒ルーキーながら89年の開幕戦で一軍初登板を果たすと、同年10月にはプロ
場入り初先発初勝利を挙げます。150キロ近いストレートと落差の大きいカーブ、そして全力投球しても崩れないコントロールの良さが特徴で、完投こそ逃すも8回まで5安打1失点10三振を奪う好投に、当時の首脳陣や報道陣も近いうちに桑田のライバルになる桑田2世だと思わずベタ褒め。しかし2軍では防御率1位と申し分ない成績を収めていたものの、1軍に上がると全く通用しなかったため、3年目オフに野手転向を決断し、翌92年から内野手として登録名も本名の石井忠則から石井拓郎に変更し再スタートを切ります。野手転向1年目はエラーも多く打撃もいまいちだったものの、投手出身で経験が少なく下手なプライドもなかったため、高木、岩井、広田という3名のコーチから打撃、走塁、守備を一から徹底的に叩き込まれ、それを熱心に吸収していった石井は、野手転向2年目の93年に盗塁王とサード部門でのゴールデングラブ賞を受賞。それ以降マシンガン打線のリードオフマンとして安打を量産し、2006年5月には投手として勝ち星を挙げた選手としては打撃の神様こと川上哲治以来、 NPB 史上2人目となる2000本安打を放っています。しかしこの頃から故障などの影響で出場機会が徐々に減り始め、2008年シーズン終了間近に球団から引退勧告を受けますが、石井はそれを断固として拒否。広島への移籍後も成り親しんだ横浜時代の応援歌を使用するなど横浜への愛着を示していましたが、在籍中1軍野手コーチを兼任していたこともあり、引退後の13年も古巣には戻らず広島に残り、1軍内野守備走塁コーチに就任しました。16年からはカープの1軍打撃コーチとして本格的に選手の指導を始めると、チーム全体の攻撃力が急上昇、チーム打率2割7分2厘、チーム本塁打153、総得点684を記録し、翌17年にもチーム打率2割7分3厘、ホームラン152、総得点736でいずれもリーグトップを記録しました。打てない時にいかに点を取るかという考えをもとにした石井の指導を受け、前年リーグ5位のチーム打率だった頻打のチームから点を取れる強打のチームに生まれ変わった広島は、16年、17年、18年と球団初のリーグ3連覇を成し遂げることになったのでした。当の石井は17年オフに広島を離れ、翌年からヤクルトの1軍打撃コーチに就任していましたが、ここでも石井は前年リーグワーストだったチーム打率2割3分4厘をリーグトップの2割6分6厘まで引き上げ、順位も最下位から2位まで躍進。その後22年古巣の横浜で1軍野手総合コーチを務めていた際に脳梗塞で倒れファンを心配させましたが、今では元気に現場復帰、現在はチーフ打撃コーチ兼走塁兼一塁ベースコーチとしてマシンガン打線を超える打線の確率を目指しています。98年以来長らく優勝から遠ざかっているチームに石井の育成力で再び歓喜をもたらすことはできるのか、ぜひ今後も注目していきましょう。2005年に NPB 史上2人目となるシーズン200本安打を達成した青木宣親と、2008年にその青木と首位打者争いを繰り広げ、右打者史上最高打率の3割7分8厘をマークした内川聖一という、 NPB の歴史に名を刻む2人の天才バットマンを指導した名伯楽といえばこの人、杉村茂。1957年高知県に生まれた杉村は、地元の甲子園常連校である高知高校野球部で170センチという小柄な体格ながらスラッガーとして活躍、甲子園にも春夏合わせ3回出場し、3年生時に出場した75年春の選抜では西の杉村、東の原と並び称された。1学年下のライバル原辰徳擁する東海大相模高校と決勝で直接対決し、延長13回表に決勝打となるスリーベースを放って母国を選抜初優勝に導いています。その後同年のドラフト会議でヤクルトから1位指名され、プロの道を歩み始めた杉村ですが、プロとしてはあまりにも小さい体格が災いしたのか、周囲が期待したほどの活躍はできず、12年間の現役生活でわずか4ホーマー644打数147安打の打率2割2分8厘という生涯成績に終わります。そして87年に引退した後は球団広報などのフロント業務をこなしていましたが、2000年に就任2年目だった若松勤監督に抜擢され指導者の道へ。一軍打撃コーチを務めた2005年にはまだ2年目で一軍での経験が多くなかった青木を見出し、軸足で力を蓄えて前足の着地と同時に爆発させるという同じ四国出身の代打者中西太の打撃理論を伝授すると、以降青木は NPB 屈指の安打製造系と成長していくことになります。その後は2008年からは横浜ベイスターズの1軍2軍巡回打撃コーチに就任すると、それなりの成績は上げていたものの、なかなか3割の殻を破れずにいた内川の素質を見出し、ギリギリまでボールを見て引きつけて打つおっつけと呼ばれる右打ち技術を教え込み、内川の打率を飛躍的にアップ。そして13年にヤクルトに復帰すると、翌14年から打撃コーチとして当時2軍落ちしていた山田哲人をマンツーマン指導、どちらかというと長打狙いで引っ張り専門のプロヒッターだった山田に中距離打者として広角に打球を散らし、足を生かし
した方がいいと助言し、ティーバッティングによって広角に打ち明けるための正しいフォーム固めを繰り返します。すると山田は中距離打者を目指せという杉村の期待を良い意味で裏切り、ホームランを量産。広角への打ち分けでヒットが増え、持ち前の走力も活かせたことで2005年にはプロ野球史上9人目となるトリプルスリーを達成します。そんな NPB 史上唯一のトリプルスリー複数回達成者である山田は、今でもスランプ気味になると恩師である杉村と共に汗を流したティーバッティングに打ち込み、自身4度目となるトリプルスリー達成に現在も意欲を燃やしているそうです。一方の杉村はヤクルトの打撃部門を指導するコーチとして、21年には6年ぶりのリーグ優勝と20年ぶりの日本一、さらに翌年のリーグ連覇に大きく貢献し、現在も次世代の代打者育成に尽力しています。それにしても甲子園優勝を勝ち取るほど才能にあふれ、青木や内川、山田らを NPB 屈指の代打者に育て上げるだけの打撃理論を持ちながら、自身は現役時代に選手として活躍できなかったあたりがプロ野球の奥深さであり面白さなのかもしれませんね。最後に紹介するのは、希代の名捕手で名指導者でもある野村克也の教えを引き継ぐ野村イズムの宣教師、野村克則です。中学時代は父である野村克也が設立した野球チームで全国大会や世界リトルシニア大会に出場し、堀越高校ではファーストとして活躍。その後進学した明治大学でも2歳下でエースの川上健進とバッテリーを組み、東京六大学リーグで優勝するなど華々しい成績を収めます。そして95年のドラフト会議で野村克也が監督を務めるヤクルトから3位指名を受け、プロ入りを果たした勝則でしたが、絶対的正捕手である古田敦也の存在が大きく、野村監督在任中だった2年間でさえ大差のついた試合での途中出場がほとんどで、若松勉が監督を務めた99年シーズンには一度も一軍に上がることなく、翌2000年に父親の勝也を追いかけるように金銭トレードで阪神へ移籍します。阪神移籍後は正捕手だった矢野明弘の控え捕手として一軍に定着し、出場機会を増やしますが、ここでも監督が星野仙一に代わると途端に出場機会が激減したため、やっぱり親の七光だと揶揄されることもしばしば。その後巨人への金銭トレードを経て、2006年監督に就任した勝也と3度同じユニフォームを着ることになりますが、この年を最後に引退します。通算8年で打率1割8分5厘、4ホーマーと父勝也の偉大な成績とは似ても似つかない成績で、現役生活に幕を閉じた勝則でしたが、現役の頃から後輩やチームメイト、スタッフからの評判はすこぶる良好で、父勝也から野球は頭でやるものだという野村イズムを強く受け継いでいると考えた楽天は、2006年新設した2軍育成コーチに勝則を抜擢、2008年に1軍バッテリーコーチへ昇格すると、そこから休むことなく巨人、ヤクルト、2度目となる楽天、そして現在2軍バッテリーコーチを務める阪神と4球団で18年にわたって指導者としてのキャリアを積んでいます。もちろんコーチ就任当初は野村克也の意向も影響していたのでしょうが、これだけの長い期間多くの球団で指導者を続けられるということは、勝則自身に高い指導力や人間力が備わっている証。父勝也がヤクルトの監督に就任後、 ID 野球を掲げてチームの改革に着手し、セリーグに導いたのが92年57歳の時ですから、現在50歳となる勝則が父から受け継いだ野村イズムと今までの指導者として培ってきたキャリアをうまく融合することができれば、父とはまた違うタイプの名将になれるかもしれませんね。それでは。